航空機乗組員賞は、ナチスドイツの勲章。1933年3月、国家社会主義ドイツ労働者等の一組織であり、ドイツ空軍の前身である、ドイツ航空スポーツ協会の会員のために制定された。ベルサイユ条約により、ドイツ空軍には、厳しい制約が課せられていたため、ドイツ航空スポーツ協会はグライダーによる訓練を行い、 将来の空軍再編に向け優秀な人材を育てていた。よって航空機乗組み印象はドイツ空軍発の勲章と位置づけることができる。廃用する際は制服の左胸ポケット下につける。1935年1月19日、航空機乗組み印象はパイロット兼観測印象と名前を変えた。1936年にヘルマン・ゲリングによって正式に パイロット券観測印象が制定され、航空機乗組印象は廃止された。航空機乗組印象は、空軍再建後わずか1年足らずで消滅したため、大変貴重な勲章であるとされている。ABCD アンゴリア1987、P161、ALSB2003、P58、ALSB2003、ピアニッシモ58、60。ありがとうございます。